の解体予算案可決しやったよ。可決成立。しかもあの迷惑防止条例でこっちが聞い取られてね、ずっと騒いでるさな、さらっと。しかも迷惑防止条例に関してはね、お前迷惑防止条例になんで賛成するんだとかね、中村博士がね非難浴びたりとかしてたけど、これもっとひどいよ。共産党以外の議員全員賛成だもん。だって築地市場の解体予算ね、解体だよ。ふざけやがってね、何考えてんだよ。てめえのもんじゃないんだよ。しかも壊すのにさ、壊すのにお金出しちゃったよ。みんなの金だよ、みんなの金。おい、でこれさ、だってこれね、え、卸売市場の移転とかね、え、あ、どうぞどうぞ。ねえ、予算の問題とかってなんかオブラートにくるんでっからあれだけどさ、ねえ、これ世間的に見たら、だってこれあれでしょ、流行ってないレストランがあって、その目の前に流行ってるさ屋台とかがあるとして、ね、そのレストランのマスターがさ、あれだよ、従業員そのおかしてあのレストラン壊してこい、で壊すのに素手じゃあれだから道具用意しろって言って、でこれで道具買ってこいって言って、金と同じ趣旨の金じゃないよって、解体予算なんて言って、解体ねえ、ぶっ壊せ、そう、暴力だよこれ。言っちゃ悪いけどこれねえ、これあの理不尽とかなんとかじゃなくて、あからさまな暴力行為だからね、これ迷惑行為取り越してるからね、暴力防止条例だよこれ、ねえ、暴力だからこれ、ねえ、あの店潰してこいって言ってさ、バール買ってこいって金渡してるの、どこが趣旨が違うんだよこれ、全く同じじゃねえかよ。さあ3月の24、25に豊洲市場で、イベントなんだ、魅力発信フェスタというような作品のイベントが行われたわけでございますけども、まあ、このイベントに私たち実施に行ったわけなんですが、のみならずこのイベント場内場外の築地の業者がね、仲卸も大卸も関連もアリバイ作りに使われたくないと言って非協力的だったじゃないですか。そうじゃないですか、ね、誰も来なかったらしいですよね、業者さんが何回も依頼したのに。だから10分で機嫌悪くして帰ったんでしょ、小池百合子は。そうで、サバサンドも食わずに、ちなみにサバサンド築地のものじゃありませんでしたけどね。で、まあ、私ちょっと飲食関連業者について最近ちょっと関心を持っているので、特にそこについて言わせていただきたいんですけども、このイベントにおいて、イベントのメインというのは特に市場と関係ない何かよさこいとかそういうのをですね、あの千客万来施設の予定地で、空き地ですからね、何もできてないですからね、千客万来施設、そこの予定地で行われてました。2カ所あるんです、千客万来施設は。でその青果棟の隣のところでやってたんですけれども、そこに5店舗ぐらい屋台、車出店でフード屋台が出ておりました。築地から来ていた店が、築地に1号店のある牛丼一筋80年よりも作った方が吉野家ですよ皆さん。そして場外の丸竹、なぜか豊洲では場内にお店を出店することになっている、丸竹さんですけども、この丸竹さんも豊洲の店にはガス栓が引いてないらしくて、だいぶ おかんむりらしいんですけど、まあ、そのイベントには来たと、ね、そして2日目だけ、築地の場内の喫茶店である千里軒さんが来ていました。吉野家ですよ、これからグルメなものができるって吉野家ですよ本当にね。でこの飲食、築地の中に今ある飲食、魚河岸横丁といいますけども、そこの業者さんたちが豊洲移転に対して大変不安に感じていると。でこれは理由は簡単ですね、あのツアーに参加した皆さんも嫌というほど分かりましたよね、もう私の腰が嫌というほど分かっているんですけれども、遠いからですよ、遠い、建物と建物の間がもう死ぬほど遠いからですよ本当に。まあ、これ言うと物議かもすんで言わないようにはしてるんですけど、まあ今あえて言った方がいいと思うんで言うんですけど、先の都知事選の、いわゆる野党共闘支持者の方々の間のスローガンってファシスト都政の阻止だったじゃないですか。で日本会議の人間であり核武装論者であり改憲論者国防軍創設論者
であり、しかもあからさまなレイシストでもある小池百合子が就任して、なぜ小池はやめろというアクションが行われなかったのかっていうこと自体も私は非常に不思議だった。であまり私個人攻撃はしないんですよ。実際問題運動としてね、安倍やめろのスローガンも実は掲げてません。なぜならば、あれがやめようがやめまいが、続いてしまう諸問題について問題そのものを打つっていう私の姿勢があるんで。だけどこの小池に関しては最初からいい予感がしてなかったんで、これは築地移転の問題のみならず、水道の民営化の問題なんかも言われてましたから、そういったあらゆるインフラなんかの民営化の問題をこのメガロポリス東京っていうね、利用者が多いっていうところで金になるっていうところで総仕上げで、このね、だって自分のホームページでも舌がちぎれるくらいにTPP を絶賛してたような人ですから、もう新自由主義の亡者なわけですよ。だから